皆さん、明けましておめでとうございます。特撮ヒーローワールドのフジャンとして、このチャンネルで活動しておりましたが、この度、2019年の1月1日からですね、株式会社ユビーズ東北支部代表のフジャンとして活動することとなりました。えー、株式会社ユビーズとは何ぞやということですけどもですね、まあ、この株式会社ユビーズはですね、まあ、この指人形、ここに並んでおります指人形、もうこれはですね、実は、 日本、いやこの世界地球上のもう文化遺産なんですね皆さん知らないと思いますけどこれは、えー、将来ものすすごくく価値が出てくるんですよこれ今ですと1体100円くらいで買えるかもしれないですけど、えー、例えばこれ50年後これはね200万円になりますしこれはこれはこれ35万円くらいですけどあこれは3000万円ですねこれ。まあね 将来、指人形というのはね、どんどんね、価値が上がっていくというふうにね、われわれ株式会社ユビーズは想定してるんですよ。このユビーズが、えー、もっともっとね、えー、活動してですね、指人形をもっともっと盛り上げていきたいなというふうに思ってるんですけど、このユビーズですね、実は全国、いや、世界にですね、いろんな場所に支部がございまして、えー、まあ日本ですと、関西、そして関東、で我が東北ですね。 で、他に世界では例えば中国もそうですし韓国もありますしアメリカ、えー、ベトナム、えー、オーストラリア、うん、それで今度はあの北極支部っていうのもできる予定みたいですしまあ本当にねもうこれから世界中で指人形を盛り上げていこうっていうそういった、えー、もう流れができております。今日はでですね、まあ、我ががのの東北支部部に芸能部っていうのができて、いうき でその芸能部の代表として私がこの YouTube 活動をやることになったんですけどまあ私がねちょっと関西とそれから関東日本のこの他の2大支部にちょっと電話をかけてですね、まあ、業務内容っていうのを、あのー、ちょっと確認したいと思います、まあお疲れ様ですあお疲れ様ですあのユビーズの東北支部のフジゃんです お疲れ様です。お疲れ様です。関東支部のチエンです。あの今あのその芸能部のえっ、ー、とまあ YouTube 授業っていうので、はい、今プロモーション動画撮ってるんですけどあの関東支部のですねあ,です、はい、あのちょっと業務内容っていうのを、はい、まあ皆さんにちょっと報告していただきたいなっていう形なんですけど。わかりました。はい。ではですね。はい。えっとユビズ関東支部のえっ、ー、とチュンです。えっ、ー、と関東支部では。 えーっと主に在庫管理と,、えー、っと小型の指人形を通常サイズにするという今実験を行っておりまして<ー>そういうのも進めていって、はい、ああこれがあの噂に聞いてた指図の,の科学班の内容ですかははいそんな呼び名もありますねはあーなるほどですね、まあ、関東支部は、まあ、今おっしゃっていただいた通りですね、まあ、指人形小型の指人形を、えー、巨大化させるっていう実験ですとか、はい それからもいろんな在庫管理ですね。まあ、関東が一番やはり日本の首都ですからね、はい、関東の、まあ、東京ですかね、一番の在庫の数も多いということでですね、まあ、非常に普段東北支部もね、お世話になっております。えー、そんな、ありがとうございます。基本的にはですね、えっと、ユビズそれぞれ支部ありますけど、基本的には同じユビズなんで、いそうです、ね、これからもよろしくお願いします、はい、2019年もね、頑張っていきましょう。はい はい、ありがとうございました。というさんで今説明がありました通りやっぱり関東はすごいですね東京にその支部があるんですけどそのちっちゃい指人形をこう巨大化させるっていう実験などねもう本当に精力的に活動されておりますのでもう2019年ねもう関東とは本当にもう深いお付き合いをしていきたいなと思っております。で次にですね ちょっと関西支部の方に電話したいと思います。あ、お疲れ様です。あの指図東北支部のふじゃんです。お疲れ様です。関西センターのまさんです。あ、いつもお世話になっております。あ、お世話になってます。あの今ですねプロモーション動画の方を撮影しておりまして、えー、っと、はいはい、まあ関西支部の簡単なその業務内容というのをですね、まあ皆さんにお伝えしていただければなと思うんですけども。はい 関西支部どうえっと関西支部の業務内容としてはですね海外限定の指人形の輸入業務そしてあのまだリリースされていない指人形ヒーローの造形という2つの業務を支柱としてやらせていただいておりますああなるほどですねえーはい、まあ結構グローバルに関西の方が活動されていますよね。 えー、本当に今、指人形はね、もうどんどん縮小していってるので、ラインナップもですね、うすねはい、もう関西支部はもう本当にね、もう本当に僕は尊敬しています、もう今後もね、なんか拡大のために、ね、そうですね、どんどんやっていかないと、はい、今後も、まあ、指人形の発展を願って、ですね、まあ、精力的に2019年も頑張っていきましょう、これからもよろしくお願いします。はい もうこんな感じでですね、もう日本の各支部の代表の方ねもうとにかく皆さん熱い方ばかりでですねもう僕もいつもいつも刺激を受けておりましてでもうね、このような株式会社ユビーズのねこういった LINE グループもございましてもう普段ここでいろんなまあ業務内容というかですねまあ、在庫管理ですとかまあそういった連絡をここでやっているんですけどもまあこれからですねこういった各 支部のの代表の方もももししししかかたら動画の方でで登場すするかもしれないですし、まあ、僕もこの YouTube を通じてですね、まあ、皆さんに珍しい指人形ですとかね変わった指人形面白い指人形とかねあの紹介していきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと2018年簡単に振り返ってみましょうかね、まあ、指人形の1年でしたね2018年はもうそれはですね我が株式会社指図がもう精力的にね活動したおかげでですね なんとなんとね仮面ライダーキッズが、えー、復活いたしましてでもうね本当にこれは嬉しかったですねこちら仮面ライダーキッズ平成仮面ライダーキッズですねこう最新ヒーローのジオーなんかもねラインナップされて非常にもう熱い一年でしたポケモンキッズも第1弾のポケモンキッズがこのように復刻いたしましたしねえあ、ー、これも本当によかったですよねうん2019年もまあいろんな指人形がねまだ復活してくれると えー、指図も本当に嬉しいなと思っておりますで、えー、皆さんも、まあ、この YouTube を通じてですね指人形の魅力を、えー、再確認して、えー、一緒に盛り上げていきたいと思いますということでね2019年頑張っていきますので皆さんよろしくお願いいたします東北支部代表のふじゃんでしたでは皆さんさようなら <laughs>